日本や東日本の山ではすでに本格的な紅葉シーズンを迎えています。まずはいただいたウェザーリポートをご覧ください。北海道栗山町からいただきました16時53分のウェザーリポート。夕方の夕張川、ここら辺も結構紅葉が進んできましたといただいております。さあ、こちらは赤や黄色に色づいている部分、そして緑色の部分が残っており、もう色とりどりに染まる様子というのがとても美しいですよね。さて、今後の紅葉どうなっていくのか、ここからはウェザーニュースで発表している紅葉見頃予想をご紹介していきたいと思います。さあ、現在北日本や東日本の標高の高い山、平年並みかやや遅い見頃を迎えているんですが、今後10月下旬にかけては北日本や東日本と、そして西日本の山の一部で平年よりも見頃がやや遅れる可能性があるものの、11月以降の気温おおむね平年並みとなることから、東日本や西日本の多くの地点では平年並みの時期に見頃を迎える予想となっております。詳しくはお天気アプリウェザーニュース紅葉チャンネルでも全国約700の名所の情報などを発表していますので、そちらを確認していただければと思います。ぜひ今後も最新の情報を確認しながら、もみじ狩り計画にお役立てください。